今から50年ほど昔、人間どもの愚かな行動と天変地異とが重なり、地上はこの大して広くもない砂漠が世界のほとんどになってしまった。俺たち暗黒世界の似合う魔物にこの激しく眩しい太陽光線ってのはどうだろう。私は近くの町で保安官をしているラオと申す。ぜひ幻の泉を探し出す旅を手伝ってほしい。泉があるってバカ言うな。手伝ってやれ、我々のためでもある。空を飛べるやつがピューッと行けばいいのではありませんか。グダグダ言ってないでさっさと乗ってよ。さ、行こうぜ。出発。戦車、東に向けて発進するぞ。思ったより数が多いな。国王軍とは戦わんと言ったじゃないか。本当に泉なんてあると思うか。あいつがあるって言うんなら泉はありそうだ。まずいんじゃないのか、ゼウ。殺せ、息の根を止めるんだ。貴様だけは絶対に許さない。水？どういうことだよ。俺たちが見つけようとしてる幻の泉って。それにしてもさすが悪魔だな。信じられん強さだ。あんたは王子の真の怖さを分かっとらん。悪魔は、本当の悪魔は私の方じゃないか。面白くなってきたじゃん。そんなサンドランドに足を踏み入れる者がまた一人。